モルムガオ港の防波、つみバスコダガマは、インド西海岸に位置する、ゴア州最大の都市である。都市名は、ポルトガルの冒険家、バスコダガマより取られている。バスコは、ゴア州で、最も人口の多い都市であり、10万人以上の人々が暮らしている。バスコには、モルムガオイシルの行政府が置かれている。モルムガオ半島の西側、ズワーリー川付近にあり、 州都パナジからは約 30km、ダボリム空港らは約 5km である。バスコは1543年に設立され、インドがゴア州を取り戻す1961年までポルトガルの統治下にあった。インド海軍のゴア海軍基地はダボリム空港付近のバスコにあり、結果としてゴア州の観光産業依存の元ととなっている。歴史上の幸福文書は、 バスコ市庁舎前においてポルトガル語でサインが行われた。過去には三部星ながらへの都市名の変更が検討されたが中止されている。バスコは道路、鉄道、海上交通、空路と交通網が整備されているゴア州唯一の都市である。道路では NH17A が、鉄道ではインド南西部鉄道が、海上交通ではモルムガオ港が、 空路ではダボリム空港が整備されているため、ゴア州を訪れる、ほぼすべての観光客が、経由地として、バスコを訪れる。バスコはその経済活動のほとんどを港における、貿易に頼っている。付近にある鉱山から採掘されるマンガンは、マンドウイ川やズワーリー川を利用して、モルム川へと集積され、モーハップと呼ばれる機械によって、大型の貨物船へと積み替えられて国外へと、 輸出される市内には大手工業会社の事務所及び国際貿易会社の事務所がある。港を運営するモルムガオ港湾会社はバスコ地方で最も雇用を生み出しており、サダミサキ付近には港の従業員のための住宅団地やその家族のための学校がある。ボグマロビーチはバスコから約8キロメートルの地点にある。このビーチは 港の水中に電流を通す設備があることから、海中遊泳を行うことは危険であるとされており、泳ぐ場合通常ライフガードが同行して行うこととなる。バスコの周りには他にホラントやバイナといった小さなビーチがある。ビーチ付近から離れると、バスコの街にはポルトガル領インドであった当時の面影を残す観光名所がある。アンドリュー協会は、 市の入り口に位置しているが、市中心部に位置する海軍航空博物館はインド唯一の海軍と航空に関する博物館であり、人気の観光名所となっている。海軍航空博物館では航空機模型の展示や写真を通してインドの海軍、空軍の歴史について紹介している。ゴア州の人気音楽、グループダイヤモンドオーケストラはバスコ出身である。また、 イギリスの音楽グループ、リンクスやコレクティブソウルのメンバーも、インドのゴア州の出身である。バスコは、ヒンドゥー歴のシュラーバナキにナーグパンチャミーの祭りに、先行して、毎年開催されるシュリド・ミター・ベ・ジョニー・サプタで、知られている。2011年8月21日、バスコダ・ダガマの聖アンドリュー教会に世界を巡っている、聖ヨハネ・ボスコの戸籍が到着した。 ゴア州の他の都市と同じく、バスコではシグモを祝い、ゴア州全体で毎年ストリートパレードを行っている。ゴア州の他の都市と同じく、バスコではサッカーが最も人気のあるスポーツである。国内最上位、サッカーリーグであるアイリーグにはバスコから、バスコ SC とサル、ガオカー SC が参加している。サルガオカー SC は1998から99シーズンに、 リリーーーググのナナショルルフットボールリーグで優勝したバスコにあるスタジアム、ティラクマイダンスタジアムは15000万5千人を収容し、主にサッカーの試合に用いられるが、収容人数の関係から、アイリーグの試合で用いられることは稀である。バスコにおいてクリケットはサッカーほど人気ではないものの、国内のカップ戦である、ランジトロフィーを戦った、シャダブジャカティは、バスコの出身である。 ジャカティは現在、インディアンプレミアリーグのチェンナイス・ーパーキングスに所属している。パスコは、インドのカイン・ロークサバーのモルムガオ選挙区の協会に位置する。現在の議員は、インド国民会議のサルディーニャ・フランシスコである。パスコでは、ゴア州立法議会の代表を選出している。現在立法議会に参加している議員は、BJP のカルロス・アルメーダである。 サダミサキ周辺にある国立南極海洋研究センターは地球科学省により運営されている研究開発施設である。この研究施設ではインドの南極プログラムを統括しており、インド政府の南極研究基地であるマイトリーの維持も行っている。海洋研究施設に加えて極低温氷柄貯蔵施設も有している。ありがとうございます。